お姉ちゃんはずるいよ。アーシーより先に結婚するなんて。つむぎちゃん、アーシーずっと頑張ってきたのに、幸せになるために可愛くなるために、男なんて嫌いなのに、男の好みに合わせて媚びを振ってバカなふりをして股を開いて自分の好きなものを全部犠牲にして努力してきたのに、それなのに何もしていないお姉ちゃんの方が先に結婚するなんて、アーシーアーシー絶対に許せない。つむぎちゃん、ごめんなさい。謝らないでよ。どれだけアーシーを惨めな気持ちにすれば気が済むの？昔からそうだよね、お姉ちゃん。アーシーがどんなに努力しても、身も心も削って泣きながら頑張っても、結局いいところを持っていくのはいつもお姉ちゃんなんだ。ぐすんぐすん、もうやだアーシー、絶対に復讐してやるから。つむぎちゃん、ごめんなさい、本当にごめんなさい。それから1ヶ月後、私は結婚した。つむぎちゃんとは連絡を取っていない。両親によると会社を辞めて部屋にこもってほとんど出てこないらしい。許せない、復讐してやる。つむぎちゃんの言葉が胸に刺さってずっと離れない。我が家は伊賀忍者の末裔だ。忍者がやると言ったらそれは必ずやるということだ。私は彼女が影の軍団を組織し私の暗殺計画を立てているという情報を得た。ならばするべきことは一つ、やられる前にやる。紬、我が愛する妹よ、お命。